ランチタイム。春の日差しを感じながら2024年3月1日、今日もランチを食べに行きたいと思います。ここあかりで私が今日選んだのは天丼、天ぷら定食、刺身定食、鮭定食、この4つの中でどれでしょうか。正解はじゃーん、鮭定食です。初めて頼んでみました。これだけ見るとまるで朝食のようですが、これはランチでございます。こんなに大きなランチの鮭、この鮭をですね、あっという間にペロッと平らげまして、お茶をいただきました。本当にごちそうさまでした。さあ、そして天気がいいので新橋の道を歩いてみたいと思います。 SL 広場、この SL をよく観光客の人が写真を撮っています。さあ、そして駅を背にしてまっすぐ進んでいただくと栄通りがあります。私の大好きな水神酒蔵はここです。ここのカキフライ、刺身定食、唐揚げ定食、そしてもうほんと全部美味しいですね。ここのね、キラキラしたお店は1回2回行ったことあるかなという感じでしたので、もういいかなというお店も正直あるんですけれども、美味しいところ、そしてやっぱり従業員の人のね、あの優しさが伝わるところというのがどうしても魅力的で行ってしまいます。そして本日美味しいランチをいただきました。赤城はこの通りにあります。水神酒蔵、赤城、そしてもう一つ私の大好きな巫女市場、巫女市場、どっちなんですかね、ちょっとあの勇気がなくて聞いたことないんですけど、巫女市場かな。本当に美味しいお店、お魚の絶品でございます。じゃあ巫女市場だと思います。読み方今度勇気を持って確認します。まあ、名前はとにかく本当に美味しいです。巫女ファンっていうのがいっぱいいるんだと思います。はい、私もそのうちの一人です。巫女ファンです。巫女市場、巫女食堂などね、店舗を広げているようです。さあ、青空が綺麗な新橋、今日もこの後の午後お仕事頑張ろうということで、 Thank you for watching everyone. I love you guys. またねー。